行くぞ。お帰りなさい。品物は取り置きしてありますよ。どれにいたします？ロイ、それじゃないだろ。そんなに光ってたか？ちゃんと思い出せよ。ロイ、それじゃないだろ。そんなに光ってたか？ちゃんと思い出せよ。そうそう、オイラもこれだと思った。かしこまりました。お気に召されたようで何よりです。ああ、3番のヨドマリ石を1箱もらうぞ。かしこまりました。ところで、単なる好奇心ですが、お客さんはどうしてこれほど上質なヨドマリ石を必要とされているんですか？ああ、別に言っても支障はないから構わん。操船儀式の器具を作るためだ。操船？確かに噂は最近耳にしましたが、深く聞く勇気がなく信じておりませんでした。でも、それはつまり岩王帝君は本当に。はあ、信じられません。今の海水溝は昔と比べて少し衰えましたが、うちは代々岩王帝君の加護を受けてきたんです。言い伝えによると、200年前に岩王帝君が城南を巡った際、道に迷ったことがあったそうで、その時この海水溝のさじで料理を召し上がったとか。もう過去のことですが、はあ、岩王帝君を送る儀式に使うものでしたら、このヨドマリ石は半額で構いません。どう？いいのか？今まであんなにケチだったのに。岩王帝君の加護がなければ今の貿易の都はありませんでした。商人としてそれで儲けを得ようだなんて思えません。その気持ち、きっと岩王帝君にも伝わるぞ。リーゆえ七星とたゆまぬ努力を続ける商人たちの協力あれば、きっとリーゆえは今まで通り繁栄し続けることができるだろう。ありがとうございます。どうしたものか。こんなに泣いてたら金運が逃げてしまいますね。選び終わったことだし、ヨドマリ石を持って。おい待て、半額にはなったけどただじゃないんだぞ。ああ、すまない、また支払いのことを忘れていた。どれ？うん、ない。何が？モラがない。恥ずかしながらまた手落ちがあった。どうする？結構な額だぞ。あ、そうだ、講師から資金をもらってたよな。足りるか店主に確認してもらおうぜ。十分です。半額ならちょうどこれくらいになります。多少足りてませんが問題ありません。なあ、モラの件が解決したならそれでいい。ヨドマリ石を玉境台に持っていくぞ。あそこで儀式を行う予定だ。一モラも出してないくせによく言うよな。なあ、努力はする。今回の件は礼を言う。